今年初の甲子園でのオープン戦。平日にもかかわらず、およそ8000人のファンがスタンドに駆けつけました。4番に佐藤輝明を据えた打線は初回、楽天のエース則本に対してトップバッターの近本、初球を狙いすましてヒットを放つと、その後三塁まで進みます。ここで佐藤輝明、バットを折りながらもしぶとく弾き返して1点を先制。4番の仕事を果たします。先発は開幕投手を目指す青柳。3回にヒットと2つのフォアボールで2アウト満塁のピンチを背負います。打席には去年のパリーグ打点王の島内。ここはシンカーを引っ掛けさせ、今日は4回を無失点に抑えます。開幕投手へ視界良好です。甲子園の方が気合も入りますし、やっと始まるなって気がしましたね。まあ、やっぱずっと沖縄が継続しているシンカーだったりカーブだったり、まあ、スライダー通信も使わないっていうところで、まあ、4回にはちょっと使ったんですけど、まあ、3回まではそういう形で配球を組み立てたりとかっていうのをキャッチャーと話しながらできたんで、まあ、それが沖縄が継続して、まあ、いい感じでできたなっていうのはあります。2人目渡辺が逆転を許した後に登板した小川は、150キロに迫る速球と切れ味鋭い変化球を低めに集め、3イニングで5つの三振を奪う力投を見せました。一方打線は7回先頭バッターの佐藤輝明がライトフェンス直撃、長打を放ち相手のエラーもあって3塁へ。しかし続く大山、この辺りは犠牲フライにはならず、9回も先頭バッターが出塁しますが、最後は大山。オープン戦未だノーヒット。チームも甲子園初戦を勝利で飾ることはできませんでした。試合が終わり、午後5時ごろからはナイター練習が行われました。今シーズンからスタジアム照明が LED 化された甲子園球場、白母でのボールの見え方など、シーズンへ向けての準備が着々と進んでいます。